現在開催している東アジア文化都市2016奈良市。東アジア文化都市は日本、中国、韓国の3カ国で各国1都市を選定し、さまざまな文化プログラムを通して交流を深める国家プロジェクトです。本年、日本は奈良市、中国は寧波市、韓国はチェジュ特別自治道が選ばれました。この東アジア文化都市2016奈良市のコア期間プログラム、ことほぐなら時空を超えたアートの祭典の開会式を9月3日に行いました。本当にありがとうございます。開会式にはパートナー都市や姉妹都市からも代表の方々が訪れ、芸術に彩られる市内各地のアート作品に期待を寄せました。最後にテープカットが行われ、10月23日までのアートの祭典が幕を開けました。開会式の会場となった大安寺の塔跡には、アーティストの川又忠さんが手掛けた足場の塔がそびえ立ちます。高さはおよそ22メートル。この塔は大陸から寺院建築が伝わった当時から現在まで使われている丸太足場の技術を使って組み立てられています。ことほぐなら時空を超えたアートの祭典では、平城宮跡をはじめ古都奈良を象徴する社寺や奈良町などを舞台に、舞台芸術、美術、食の3つの部門を中心にさまざまなプログラムを展開します。ことほぐなら時空を超えたアートの祭典については、専用のコンセプトブックをご覧ください。コンセプトブックはことほぐならインフォメーションブースなどでお配りしています。今年度、市長と気軽にトークがリニューアル。中川市長がさまざまな世代の人たちと市政について話をします。8月29日には市内に住む小学生と中学生が参加しました。テーマは30年後の奈良市。学校生活の話題や子供だからこそ気づく過ごしやすい街づくりについてなど、幅広い話題で盛り上がりました。市長とかと話す機会とかなかなかないので、そう、自分が思ってることとかを言えてよかったです。前まで知らなかったこととかも知って、市長さんが今日の話を聞いて動こうとか言ってくれたこともあったので、とてもいい経験になったと思いました。今後、市長と気軽にトークは大学生や子育て世代など幅広く行っていきます。奈良市のリニア新駅 PR のため、東京からリニア沿線を旅するリニーくん&リニマネ。今回は2つ目の駅となる神奈川県相模原市に到着しました。相模原にはリニアと同じくらい素敵なあるものが見られるそうなので、そちらにも行ってみたいと思います。2人は相模原市にある宇宙科学研究所などを見学。またリニア新駅ができる橋本駅周辺で PR 活動をしました。今回も相模原で奈良市の PR をきっちりすることができました。次回は甲府で頑張りたいと思います。次は甲府、甲府。